レオポルド・ゴドフスキーは、ポーランドのユダヤ人のピアニスト、作曲家、教師。ピアニストの中のピアニスト・ザ・ピアニスト・オブ・ピアニスツと呼ばれる。ゴドフスキーは、ロシア帝国、ビリナ県、現在のリトアニアの首都ビリニュスの近くのザズリーに生まれた。幼少の頃、彼は、ピアノ演奏と音楽理論のレッスンを受けていた。14歳になると、ベルリン高等音楽院に入学し、 エルンストルドルフのもとで研算を積み始めるも3ヶ月でやめてしまう。それ以外では彼は基本的に独学家だった。コンサートピアニストとしての活動を開始したのはゴドフスキーがわずか10歳の時だった。1886年北アメリカの巡回公演後バイマルにいるフランツ・リストのもとで勉強しようと思いヨーロッパに戻ってくるが直後にリストの死を知りパリへ赴もむく。 パリで彼は作曲イコールピアニストであったカミリュ・サン・サーンスと親交を結ぶ。サン・サーンスとの出会いはコドフスキーに当時の優れたフランスの音楽家たちと知り合うきっかけを与えた。サン・サーンスはコドフスキーを養子に姿生を継いでもらうよう申し入れたがコドフスキーがそれを辞退するとサン・サーンスは大変不機嫌になったという。年コドフスキーは教師として ニューヨーク音楽大学で活動を始めた。ニューヨークにいるとき、彼はフリーダ・サックスと結婚し、アメリカ合衆国市民権を獲得する。1894年にはフィラデルフィアのブロード・ストリート音楽院。翌年の1895年にはシカゴ音楽院に移動。シカゴ音楽院ではピアノ学科代表になった。大成功に終わった1900年のヨーロッパ。 巡回公演の際、コドフスキーはベルリンの地へ再び訪れるが、そこで彼の時間は教育活動と演奏活動で2分した。1909年から1914年にかけて、コドフスキーはウィーン音楽院のマスタークラスを教える。1914年、第一次世界大戦が勃発し、彼はニューヨークに戻った。ニューヨークにある自宅には、 当時の著名なピアニストや有名人がしばしば訪れた。特別の中だったセルゲイ・ラ・フマニノフからは、VR のポルカを検定されている。演奏、作曲、教育の3本で有名になりすぎたことによる過労が、後の健康状態に深刻な打撃を与えていた。終戦を迎えると、ゴドフスキーは演奏活動を再開したが、1930年6月17日、 ロンドンでのレコーディング中に脳卒中を起こす。それによって彼は公開演奏の経歴にピリオドを打ち、同時に1929年の暗黒の木曜日で彼が負った莫大な経済的損失を回復させる手立てをも失った。1932年の息子の自殺と1933年の妻の死は悪化するヨーロッパの政治情勢への彼の絶望と相まり、 コドフスキーは作曲活動を求めてしまう。悪化する欧州政場は、コドフスキーが構想していた音楽と音楽家の世界会議や国際的な音楽教師機関を無に返した。1938年11月21日、遺んのためニューヨークで死去。弟子に、ゲンリフネイガウス、ホルヘボレット、デビット・サパートン等がいる。この3人は、 ゴドフスキーと同じように非合の死を遂げた。ダイナミックレンジは狭かったと伝えられるが、一音も弾き、逃さない丁寧な演奏であったことは、多くのピアニストによって証言された。もともと演奏家として上がり性であったことなどから、残されている音源からは、彼が、当代一流であったかどうかを判断するのは難しい。しかし、武造二のような完璧主義者と異なり比較的多くの、 音源が残された。気が乗っていないまま弾いてしまった、ショパンのソナタ第2番などは、彼、本人も不満であった。ショパンの装飾音も勝手に、ゴドフスキーの手によって直されるなど、20世紀後半以後の、ショパン演奏とはかなりかけ離れており、高キロマン派の脚色が入った表現である。ゴドフスキーは、他の作曲家のピアノ商品に基づくパラフレーズで、最もよく知られている。 それらの作品は、精巧な対立法的処理、豊かな半音階的化成により、極限まで消化される。この分野でのゴドフスキーの最も有名な作品は、ショパンの練習曲に基づく五十三の練習曲だろう。体制部の導入、技巧的パッセージの右手から左手への転換、左手独奏用、編曲、二曲の同時演奏など様々な手法を用いて、ゴドフスキーは、 ショッパンの27の練習曲をそれぞれ編曲している。これは現代のラツワン・ナ技巧家にとっても極めて過酷な曲集であり、今までに全曲録音を行ったピアニストはジョフリー・ダ・グラス・マジ、カルロ・グランテ、マルカンドレ・アムラン、エマニュエル・デルッチの4人。リサイタルで全曲演奏を行ったピアニストはカルロ・グランテとフランチェスコ・コリベッタしかおらず。 ゴドフスキーの著作権が切れた現在も、全曲演奏の女性の挑戦者は一切存在せず、険しい難易度を誇っている。この他に、ミヒャエル・ナナサコフと名付けられたコンピュータ出力による自動演奏の全曲版もある。オリジナル作品も同様の難しさで、代表作とされるパッサカリやジャワ組曲などの作品も、その超絶技巧ゆえごく一部のピアニストを除き、 ほとんど演奏されることはなかった。わずかに古きウィーンなどの商品がヤッシャハイフェッツによってバイオリン用に編曲され、比較的知られすぎない状況であった。パッサカリアについて、これを弾くには手が六本いるよと言ったのはホロビッツである。ゴドフスキーのピアノソナタホ担当は一時期録音が急増した時期があり、アダム・アレクサンダー、ジョフリー・ダグラス・マジ、 マルカンドレ・アムラン、カルロ・グランテ、ミハイル・シェーファー、ラディスラフ・ファンツオビズ、ベンクト・オーケ、ルンディン、コンスタンティン・シチェルバコフなどを腕自慢のピアニストがこぞって弾いているが、世界初録音はマッチのものである。彼の作曲家及び編曲家としての実力は楽団に、不当に無視され、コドフスキーの没後50年は、ピアニストの書いた難儀行を伴う程度の作品という不名誉な、 位置づけに甘んじた。このことは、カール・フィッシャー社から出版された前後間の、コドフスキー選手の完結が2004年であったこと、その先週の中にアパーアティック・マスター・ピーセーズと、プログレッシブシリーズが含まれていないことなどに、現れている。このアパーアティック・マスター・ピーセーズと、プログレッシブシリーズは、ピアノ教育のために、コドフスキーが最も熱意を傾けた仕事であった。 ゴドフスキーのピアノ作品は、セーパートニアボレットによって細々と伝えられているに、過ぎない状態だった。しかし、フズム音楽祭で1980年代後半に、アムランが芸術家の生涯を演奏した頃から、急激に再評価の機運が高まってきた。ダンテのゴドフスキー選手は、その評価に乗る形でまずマジが先頭を切って、録音したものである。現在は、 カルロ・グランテとコンスタンチン・シチェルバコフの二人が、ゴドフスキー全集のリリースを長期間にわたり、進めている。現在は、楽譜の入手が容易で、個人通販が可能になったことも含め、多くのピアニストが、ゴドフスキーの演奏を行っている。なお、彼の息子、レオポルド・ゴドフスキー二世はバイオリニストになったが、友人のピアニストレオポルド・マネスと共にカラー写真の開発にあたり、 コダック社の協力により1935年に初の本格的なカラーフィルム、コダクロームを開発した。彼はジョージガーシュウィンの妹フランセスと結婚している。チャップリンとのツーショット、アインシュタインとシェーンベルクとのスリーショットによる写真は特に有名。最終的にオーストラリアと南極を除く全大陸に及ぶことになる日本を含む日本公演も成功したものの、 ピアノの調律が良くなかったと伝えられる。ヤマハミュージックメディア出版、ゴドフスキー練習曲集上巻前書きより、世界強行それはゴドフスキーの指揮を暗示していた。ネーガウスはシベリアへ送られ、ボレットはエイズに倒れ、サパートンは録音した音盤を廃棄処分にされた。それはすでに演奏困難なものではあるが、原点版は当時ショパンに関して普及しておらず、 現在の基準から見ると非化成音は不適切なまま残されているフッツダンテハットアルトリス、ミュージックアーツ2度の録音ハイペリオン、コンスタンティン・シチェルバコフの録音がマルコ・ポーロから最後に予定されているが未リリース。前週はオロカ先週も確認できない。7差はアーティキュアレイツトリアコンタメロン第11番ニューグローブ第2版音楽辞典に至っては 彼の作品リストすら編纂していない。カール・フィッシャー・ミュージック・ハット・ザ・ゴドフスキー・コレクション。www.carlfischer.com。2019年4月23日閲覧。ザ・セレクテッド・ワークス・フォー・ピアノ。イベリア .coco-log-nifty.com。 iberia.coolog-nifty.com 2021年5月17日閲覧。コダック。ありがとうございます。